鳥取県にそびえる、中国山地最高峰で標高1729メートルの大山。大山は日本百名山、花の百名山にも選定され、山腹に広がる美しいブナ林でも知られています。最高峰の剣ヶ峰は崩壊が著しく、立ち入り禁止となっておりますが、標高1709メートルの岬への登山道はよく整備されており、初心者でも登りやすい山となっております。鳥取県のみならず、関西中のハイカーから気軽に登れる山として親しまれている大山ですが、それは無積雪期に一般登山道から登る場合だけに、当てはまることなのです。独立峰であり目前に日本海を望む大山は、日本海から吹きつける強風と、際限なく押し寄せる雪雲により、気象条件が非常に厳しく、冬季には著しく困難かつ危険な山へと変貌するのです。これはその冬季の大山で、自ら誘発した雪崩により滑落するものの、類稀な体力と精神力で生還し、その5年後に思いもよらぬ悲劇で大山で命を散らした、高見一成の物語です。私は高見一成。これから4人の仲間と共に、大山北壁の墓場尾根を登る。墓場尾根は難しいところもなく、彼らにとっては適度なトレーニングになるだろう。天気予報では夕方に寒冷前線が通過し、その後は天候が悪化することになっていたが、私たちならそれまでには下山できると考えた。高見は第2次 RCC エベレスト南壁登山隊に選抜され、世界で2番目に高い K2 の北稜を無酸素登攀するなど、数々の記録を残している著名な登山家でした。そして高見がこれから登る大山北壁は、大山の北側にそびえ、脆い岩盤で構成された、切り立った壁のような急斜面でした。風化が進み、脆い岩肌の大山北壁は、積雪により岩が凍りつく冬季にのみ、登攀が可能となるのです。私事ですが、ウピ主も何度か冬の大山北壁には足を運び、岬尾根などの優しいルートをいくつか登ったことがあります。快適なクライミングと素晴らしい眺望で、楽しい参考でした。しかし高見が登る墓場尾根は、ウピ主ではとても登れる気がしません。この尾根はその恐ろしい名が示す通り、崩壊が進む大山北壁の中でも、最も脆弱で困難なルートなのです。1月31日、私たちは大山寺から入山した。途中で大神山神社に立ち寄り、安全登山を祈願した。そして私たちは元谷を経由して墓場尾根に取り着いた。気温が高く凍結していない部分もあり、若干手を焼いたが、私たちは無事に墓場尾根を登り切ることができた。高見の記録を読むと、彼は墓場尾根を自分よりずっと経験の浅い山仲間を連れて、それほど苦労せずに登っております。墓場尾根という困難なルートを、いとも簡単に登ってしまうところに、高見の登攀能力の高さが伺えるのでした。しかし高見にとっての本当の試練は、墓場尾根の登攀ではなく、その後の下山にあったのでした。無事に墓場尾根を登れた私たちは、宝珠尾根を経由して下山するだけだった。これは私が何度も通い慣れたルートだった。しかし予想より早く寒冷前線が襲来したようだった。天候は急激に悪化し、激しい雪と風によりほとんど何も見えなくなってしまった。私は頻繁に大山北壁を登っており、庭のように地形を熟知しているつもりだったが、この時ばかりはいつもと様子が違っていた。激しい風雪の中、私は宝珠尾根の下り口を探した。どうやら宝珠尾根を通り過ぎてしまっているようだった。私は左側の斜面から宝珠尾根の方角に戻ろうと向きを変えた。その時だった。足元の雪面が割れて、スーッと動き出した。雪崩だ。私は谷底へと滑り落ちる雪面とともに、ゆっくりと滑落していった。なんとか動き出した雪面から抜け出そうともがくが、無駄なあがきだった。徐々に滑落のスピードは増し、そして周囲の新雪を巻き込み、雪崩の規模は大きくなっていった。過去に雪崩で失った山仲間や、妻子の顔が脳裏に浮かんだ。そしてこれまで生きてきた反省の思い出が、走馬灯のごとく頭の中を駆け巡った。こうして高見は宝珠尾根の下降点を探す中、不安定な斜面に入ってしまったことで雪崩を誘発し、切れ落ちた雪面とともに滑落してしまいました。この雪崩は弱層の上に新雪が降り積もった不安定な雪面の上を、高見が踏み込んでしまったことで弱層が破壊され、その上に積もった新雪が滑り出した、面発生表層雪崩と推察されます。滑り出した新雪の上に立っていた高見は、その雪面とともになすすべもなく谷底へと滑落していくのでした。滑落している最中、私は雪崩が停止した時に全身が埋められてしまっては、助かる道はないと考えた。
何としても口と手だけは雪面から出た状態で停止しなければ、デブリから脱出することができず、窒息死してしまう。流されてから数十秒後、雪崩の速度は徐々に低下し、流れが止まる時が来た。その瞬間、私は空に向けて両手を高く伸ばして万歳の姿勢をとった。このあがきは功を奏し、私は胸まで雪に埋まっていたが、両腕と顔は雪の上に出た状態で停止した。下半身を埋めている雪はまるで氷のように固かった。稜線に残された仲間たちに呼びかけるが、返事が返ってくることはなかった。私は下半身を埋めている硬い雪を、クッケルを使って少しずつ削っていった。一心不乱にクッケルを振り続けて、気の遠くなるような作業の後に、私は自由になることができた。しかし天候は急激に悪化していった。寒冷前線の通過が始まったようで、張り裂けんばかりの雷鳴とともに、大粒の雹が降り出した。私はザックから簡易テントであるテルトを取り出して、ここでビバークすることにした。こうして高見は雪崩から脱出することができました。しかしその頃稜線上に残された仲間たちも、同様に窮地に立たされていたのです。彼らは雪崩とともに滑落した高見の身を案じていましたが、高見の捜索のために、激しい風雪の中谷を下降することは、あまりに危険性が高く、自殺行為でした。彼らは近くのユートピア避難小屋に逃げ込みます。そこで一夜を明かし、悪天候をやり過ごすことにしたのでした。私は何度かテルトを埋める雪を払いのけながら、よく眠ることができた。翌日の2月1日、相変わらずの激しい風雪だった。昨日滑落した斜面には、夜のうちに大量の新雪が降り積もり、稜線まで登り返すことは不可能のように見えた。稜線まで登れないのであれば、この谷を下って下山するしかない。私は剣谷に滑落したと考えていた。剣谷ならそんなに険しい谷ではないし、下にはスキー場もある。2、3日で下山できると思った。食料は他の仲間が持っており、私は全く持っていなかった。でも3日程度なら何も食べなくても大丈夫だろう。昨日昼頃にゆで卵を1つ食べただけだったが、空腹感はなかった。監獄を支点にして2階の懸垂加工により沢深に降りて、沢を下っていった。しばらく下ると沢に水が流れるようになってきた。喉が渇いていた私は、ヘルメットで水をすくって飲むことができた。そして午後6時頃まで沢を下り、昨夜に引き続きビバークすることにした。随分下っているにもかかわらず、まだスキー場が見えてこない。この時になり、ようやく私は剣谷ではなく、地獄谷にいることに気がついた。墓場尾根を登って地獄谷に滑落なんて、マスコミが喜びそうな題材だ。これまで冬の地獄谷を加工したなんて話は、聞いたことがない。もしかしてこれは、冬季初加工の記録になるんじゃないかと考えた。無積雪期の沢登りルートである地獄谷を、真冬に食料も持たずにたった一人で加工を余儀なくされている、過酷な状況にもかかわらず、高見には悲壮感や絶望感はありませんでした。ひたすら困難な登山を追求してきた、根っからの山屋である高見にとって、このような窮地に追い込まれた状況こそ、山屋本来の闘争心をかき立てる、心底では望んでいたことなのかもしれません。一方この日、ユートピア避難小屋に逃げ込んだ仲間たちは、あまりに激しい風雪により、下山することはできませんでした。そして高見たち5名からの下山連絡がないことから、高見らが所属する山岳会はこれを遭難と判断。大山に捜索隊を派遣することにしたのでした。翌日の2月2日も風雪だった。私は地獄谷の加工を続けた。途中に出てきた小さな滝はロープを使って下った。決死の脱出行という気持ちではなく、次々に現れてくる困難を克服していく、登山本来の境地を楽しむことができた。午後4時頃になり、巨大な滝に行く手を阻まれた。1時間半かけて右岸から苦労して高巻きし、滝の下に降りることができた。そして私はテルトに入り、3日連続でのビバークをすることになった。靴を脱いでみると、足は凍傷で真っ白に変色し、感覚もなくなっていた。コンロがなく足を温めることはできないので、マッサージにより少しでも血行を改善させることしかできなかった。こうして高見は何も食べずに暴風雪の地獄谷を丸2日下って、3日連続でのビバークを強いられることになりました。一方でこの日の午後、捜索隊がユートピア避難小屋に到着。小屋に避難していた高見の仲間たちは、捜索隊と共に無事に下山します。そして彼らによって高見の滑落が報告されます。
K2 を無酸素で登頂した実績を持つ登山家高見和成が大山で滑落し、行方不明であることが全国で報じられることになるのです。翌朝、上空を飛ぶヘリコプターの音で目が覚めた。どうやら私を捜索してくれているようだった。稜線に残った4人が無事に下山して、私の滑落を報告したのだと思った。彼らのことがこれまで気がかりだっただけに安心した。しかし私はヘリコプターを飛ばすほどの、遭難騒ぎを起こしてしまったのだ。早く下山して家族に連絡し、安心させなくてはならないと思った。私には救助を待つことなどできず、自ら下山することにした。しかし徐々に沢の水量が増えてきて、最短経路を進めずに迂回しなければならないことも多くなった。そして昼頃になり、吊り橋が見えてきた。ようやく登山道を歩くことができるようだ。吊り橋の脇には小さな石の祠があり、その不動明王の前に小さなみかんが2つお供えされていた。3日間何も食べていなかった私は、不動様に手を合わせてから、そのみかんに手を伸ばした。私の手は凍りついて皮を剥くことはできず、歯を使って皮を食いちぎった。水以外のものを口に入れるのは3日ぶりだった。半分凍った、シャーベット状になったみかんだったが、とても甘くて美味しかった。みかんで活力を得た私は、寒風が吹きすさぶ道を3時間歩いて、牛舎にたどり着いた。そこで牛の世話をしていた酪農家の方に、出会うことができた。滑落してから74時間後のことだった。こうして高見は超人的な体力と精神力により、真冬の地獄谷を下って生還することができました。しかしその頃高見が所属する山岳会では、ヘリコプターによる上空からの捜索でも、何の手がかりも得られなかったことから、悲観に暮れた重苦しい雰囲気に包まれていました。冬山を経験した登山家ならば、猛吹雪の中滑落して3日間も消息が途絶え、ヘリでも見つけられないとなれば、行き着く結論は一つしかありませんでした。山岳会代表はマスコミからの取材に対し、残念ながら、高見さんの生存は 99.9% ない。と、悲痛な表情で語るのでした。しかしそのすぐ後、高見本人から無事下山の知らせが届くのです。高見です。すみません。迷惑かけました。山岳会代表は歓喜の涙を目に浮かべて、あの人は化け物ですよ。と、マスコミに語ったと言われています。高見が生還したという知らせは、奥さんにも伝えられました。滑落したと聞いた時からダメだと思っていました。これからは一人で子供たちを育てていかなければ、と覚悟していました。本当に信じられない気持ちです。地獄谷から下山できた私は、パトカーに乗せられて近くの病院に向かった。しかしここでのマスコミの取材構成には本当に成功した。一刻を争っている凍傷治療の際にも、先生の許可なく、テレビカメラを回し始めたカメラマンもいた。後で会見するので、少し待ってくれませんか、と頼んでも、取材拒否する権利があるのか、と、言い返すカメラマンも折りショックを受けた。ちなみに高見が下山した翌日の朝刊には、早くも会見内容とかお写真が掲載されています。精魂を使い果たした下山から、わずか数時間後に記者会見をしていることには、驚きを禁じ得ません。3日間冷たい沢の水に浸かって歩き続けた私は、重度の凍傷をはじめ、肝機能障害や多発性毛嚢炎などに侵され、3週間の入院を余儀なくされた。入院中にもかかわらず、マスコミからの取材依頼が相次いだ。新聞では世界的登山家とか日本を代表するクライマーなどといった、身の覚えのない過大な評価をされていた。私は数回ヒマラヤに行っただけで、この程度の登山者は日本中に5万といるのだ。私の不注意で滑落した結果、3日間かけて地獄谷から下山せざるを得なかっただけであるにもかかわらず、奇跡の生還なんて見出しをつけた記事もあり、全くもって恥ずかしい限りだ。マスコミの大げさな取り扱いには、本当に呆れるばかりだった。一方で新聞やテレビを見られた全国津々浦々の方々から、生還を喜んでくださるお手紙をいただくことができた。しかし中には、ごく一部ではあるが、読むに堪えない罵りの言葉で、私を批判中傷罵倒する手紙もあった。私はそうした手紙にも、釈明の言葉を添えて返信したが、ほとんどは宛先不明で戻ってきてしまった。みんな、偽住所や偽名を使って私を批判していたのだった。大山の深い雪も溶け出した4月上旬、私は故郷の名産である伊予柑を箱いっぱいに詰めて、2ヶ月前にみかんを失敬した不動明王にお供えした。
この後の高見は困難を追求した、先鋭的な登山からは距離を置くようになり、宝禄作りや土笛など、文化活動に傾倒していくようになりました。しかし彼は山から、そして大山北壁から、完全に身を引いたわけではなかったのです。地獄谷から生還した5年後、私はまた冬の大山北壁に向かった。今回は墓場尾根の隣に位置する、天狗沢が目標だった。私はパートナーの森田と共に、天狗沢の登攀を開始した。天狗沢はアイスクライミングのルートだ。氷壁の状態は良く、雪崩の不安は全くなかった。そして天狗沢の氷壁部分を登り切ることができた。あとは傾斜の緩い優しい斜面を、頂上稜線に向かって登るだけだ。スピードを重視して、同時登攀できるコンティニュアスにロープワークを切り替えて、天狗沢を登っていった。こうして高見は、5年前に新さんを舐めた大山北壁を登ります。天候は快晴、雪の状態も良く、難しい氷壁を登り切った高見たちに、危険な要素は皆無に見えました。しかしこのわずか十数分後、高見はパートナーと共に、天狗沢を滑落します。高見は声を上げることもなく、ついさっきまで登っていた氷壁を落下。氷壁に激突しバウンドするたびに、身につけていたヘルメットやアイゼンなどの装備がばらまかれていきました。高見と森田は大病部位は横のデブリでようやく停止しますが、すでに息絶えていました。二人とも死亡したため、滑落に至った詳細な経緯はわかっていません。類稀な幸運と比類なき体力と精神力で、大山地獄谷から生還した高見でしたが、そのわずか5年後に不運にも同じ大山の天狗沢で命を散らしてしまうのでした。これで高見和成の物語を終了します。この動画を作成するにあたり、高見自身の著書である雪の谷山の声と、高見の追悼集であるブナ林よりを参考にさせていただきました。御礼申し上げます。取り上げてほしい、登山家や冒険家のリクエストがあれば、コメントください。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。